頑張ろう。はい、よし、飲んでください。はい、はい、そしたら、今日2番目になるんでね、いいですかね。 OK です。だから、もうまたまた戻ったら今日は違う、新しいことやりたい人と何かを一緒にやっていきたいから募集してよとか、はい、一緒にやっていきたいねって、はい、そういうの形を作っていきたいねってわけでしょ、はい、だから、じゃあ前のほら俺釣りの話とかあんなんが一番、まあ外国に釣り道具ね、もやもやもバイアウトした会社やけど、言ってんのこの先コロナの話とか、はい、やっぱ外相手でせなあかんの、国の外、一つ、まあ、今やってることは違うよ、僕は今やってることは実店舗とね、不動産とかそんなんだけども、これからまあ違うことビジネスもあるだろうけど、やっぱ世界相手にしないといけないのよ。で今日2021年の1月の今日何日や、21月だよな。で今国会で第3条補正予算うんちゃらうんちゃらでやってるわけですよ。でその中でやっぱり今経済産業省のあり上がってるのは、やっぱり業態を変えましょうと、大きく業態を変えたところには補助金出していきますよと。でそれはさっきあなたが言ったようにコロナの時代っていうか、まあコロナやもなに合わせた、その人と人とが対面しないビジネスのモデルに、IT 投資でやったりとか、でも柱の部分で大きいの入ってるのはこういうのが入ってるのよ。外国、世界を相手にビジネスをするっていうことを軸に置いた考え方もしてくださいよっていうのが入ってるわけよ、その補助金の中で。だからやっぱりな、マネーキャッシュを世界から集めるような何かをしないといけないのよ、絶対に。ダイナミックさで言うと、じゃないと、商店街の八百屋じゃなくてね、世界 を視野に入れてじゃないとしんどいんよ。めちゃめちゃしんどいんですよ、俺言ったやんか。だからフィッシングの時はなぜ日本やれなかったかって、だから疲れんのよ日本のマーケットって、めちゃめちゃしんどいんですよ、本当に。もう新しい商品を次から次へと開発していかないといけないサイクルと、それと末端、いわゆる消費者さんですわ、消費者さんの目があんまりにも超えすぎてるんですよ日本って。極端にね、極端に超えすぎてるところと、それと、なんていうんかな、この感覚で物を買ってくれにくい、もう頭で考えて物を購入するっていう人たちが、消費者さんが多いんですよ。だからやっぱりこれから僕、これ見るのは正しいんか、その人からしたらよ、正しいか正しいか別として、僕が思うのはやっぱ外国相手にやれるようなビジネスしましょうと。あなた今ほら何やったっけ、外国人日本に来てもらって留学生のあれとかやってお手伝いなんかしてるじゃないですか。だあれも俺から言うと、そんなにな、なんかあなたは仲介やんかなんかのっていうみたいな感じよ。やっぱりね、僕は日本のサービスでも、もう商品じゃなくてもいいよ、この間からフィッシングの、その例えば物、形あるものじゃなくてもいいんで、それも形あるものでもいいし、形なくてもいいんで、そのやっぱりさ、日本の持ってる質、サービスであっても商品であっても、それを世界 に提供していきましょうっていうことの方が面白いような気にするんだけど、ちょっと今日くてぐたやな、どうやろ。いやいや、漠然としすぎてるか。まあまあ、でもまあちょっと頻度になりますよね、大きな頻度になりますよ。だからどうしてもね、こう今のこじんまりしてるんですよ。でそれをね、視野に頭の中入れて、事業っていうか、もう商売っていう言い方でもいいですよ、個人事業でもいいんで、それをやってるとなぜ将来的にいいかっていうと、必ず俺が思ってるのは、この国も日本っていう国も外国人がもっともっと増えるんで、じゃあ実際問題、これからお年寄りがね、亡くなっていって子供も少なくなる、全体の人口が少なくなります、やっぱり絶対外国人入ってくるんですよ。でそれは人が足らないから、労働者が足りないから、分じゃなしに、日本っていう国は景観もそう、いろいろ風土の部分ですよ、好きなんですよ、結構好きな外国人さんいるんで、日本で働きたい、日本で住みたいって言ったら、働きたいじゃないわ、住みたいいう人はものすごく多いはずなんで、働きたいって言ったらあんま多いかどうか知らんよ、でも住みたいって言ったら多い限りは入ってくるから、
そうなってくるとその感覚を持ってないと、どうするこれ、日本の中の4分、例えば 40% の人が外国人になってみなさいよ、世界に物を売るのと同じことやから、日本の中でやってても、そこ視野に入れてないと感覚的に、日本人的な感覚だけではダメですよということなんですよ、うん、そういう時代に入るんで、コロナ言うてられへんので、もう次はそっち行くから、まあね、ある意味コロナもね、そんな時代、うん、世界共通の問題やからね、うんうん、でも外も関係なくなるコミュニケーションできますから ね、うんうん、ね、ある意味あのコロナというのはもう世界のマーケットにしなさいということになりますわね。元から言っとき、グローバル化言うてな、うんじゃる人が動き出して、世の中一緒一つやって言って動き出したけども、まあよくお金の流れは世界一つなんで、そもそもたま今たまたまそのそういう風になってるだけの話なんで、うん、なるほど、うん、多分もう本当あれよ、うん、もうあと20年もしたら外国人半分ぐらいになる可能性もあるよ、多いですからね今ね、うん、肌の色黄色い白い黒い問わず、うん、それはもうそう あるべきやし、うん、そうなっていくと思うわ、うん、多分な、はい、うん、分かりました、うん、これで終わるか、そうですね、あのいや、もう世界を目指せと、絶対若いも世界を目指せと、絶対いうことですね、もう絶対です、うん、もう絶対、絶対そうですね、あのね、もうこれ最後これで終わるけど、うん、しんどくなる、日本だけを相手にしてると、うん、めちゃめちゃしんどいです、で限界があるんですよ、でこれは何の限界だったら、数字の限界じゃない、ね、利益の限界じゃない、ね、そんなんじゃない、ね、心の限界くんだよ、分かるイメージ、これに賛同してくれる人がおったら、僕外国やったらいくらでも助けますよと、もうあのいろんな連中が世界中、日本人気質やね、世界中にいろんなあの知り合いが、知り合いというか、ね、まあ、ある意味その世界を相手にした方がアプローチしやすいから、いや気持ちが楽、気持ちが楽、なるほど、うん、ちょっと遠いけど気持ちが楽よ、うん、何十億人おんの、減りゆく1億人ちょいから8000万人になろうかとしていく国を相手にしてる、相手にするな、日本もだけを、世界見ろと、世界見ろと、ほんと心が自由になれる、いいですね、自由はね、でそれがあなた宇宙を見ろと、うはい終わり、はい、はい、さよなら、はい